はい、こんにちは。今日は折り紙で犬の折り方を紹介します。必要な道具は折り紙1枚と鉛筆が1本あったら大丈夫です。では折り方を紹介していきます。まず折り紙を裏側にして半分に折ります。半分に折りましたら、さらに小さく半分に折ります。そして一旦広げます。広げましたら、中心の線に合わせて両側を折ります。両側を折りましたら、今度はこの中心の線に合わせてここの端を折ります。そして三角形に折ります。そして広げます。そうしましたら、こうバッテンの折り印がつきましたので、今度はこれを1枚持ちまして、この中心の折り目から90度折り曲げます。反対側も同じように90度折り曲げます。そしてこれをこのようにと広げたものを折ります。そうしましたら、今度はこれをこのように上に上げます。そして今度は表に裏返します。続きまして、ここの折り目がありますが、この少し下に下の部分を折り曲げます。そしてここを内側に折ります。少しだけ内側に折り曲げます。そしてここをちょっと裏返しまして、鼻の部分になりますの、犬の鼻の部分になりますので少し折り曲げます。そして戻します。続きまして、一旦裏返しまして、ここ犬の耳になるんですけど、耳の端っこからここまで、この辺りまでを折り曲げます。そうすると犬の顔がスマートな形の犬になります。そして反対側も同じように折ります。ここからここまで斜めに折ります。そして今度はここを犬の顔になるように少し内側に三角形に折ります。続きまして、耳をこのように元に戻します。そして表に裏返します。だいぶ犬の形ができてきました。今度は犬の耳を作ります。ここを今度このように内側に折り込みます。このように折ります。反対側も同じように、ここをこのように内側に折ります。
して今度は裏返します。裏返しまして、耳が犬になるようにここの三角形を内側に折ります。そして反対側も三角形を内に折ります。そして今度はここですね、この折り目に合わせてこれを折ります。これでひっくり返しますとワンちゃんになっております。これにあとは目を描いていきます。はい、これで犬ができました。皆さんも時間がありましたらワンちゃん折ってみてください。ではありがとうございました。失礼します。